もくおいしいきのこ、今日もみんなでクッキング。本日のレシピはサバ缶、チーズ、キノコの最強トリオで美味しいサバ缶としめじのチーズ焼きです。それではレッツクッキング。今日の食材はこちら。まずはぶなしめじ1/2袋は根元を切り、小房に分けていきます。ブロッコリー 50g は小房に分け、ふんわりとラップで包み、電子レンジで1分間加熱していきましょう。続いて耐熱皿にサバ缶を汁ごと開けます。サバの身が大きければ軽くほぐしてください。ぶなしめじ、ブロッコリーをのせます。ここで今日のポイント、タンパク質豊富なサバに疲労回復に役立つキノコのビタミン B1、 ストレス対策に取りたいブロッコリーのビタミン C で栄養満点。コンロを使わず手軽に作れて栄養補給ができるので、慌ただしい新生活にとってもおすすめですよ。続いてマヨネーズ大さじ1を全体にかけ、チーズを 50g 乗せます。お好みでチーズをプラスしても OK です。最後にドバーッと山盛りにしちゃいます。トースターで焦げ目がつくまで焼いていきます。焼き時間は10分が目安ですよ。そして美味しそうな焼き色がついたら、パセリ適量を散らし、お好みで岩塩、黒胡椒を振れば、こちらでチーズとろーりたっぷり、サバ缶としめじのチーズ焼きの完成です。しめじとサバにトロトロチーズが絡んだマイルドな美味しさはパンにもワインにも合いますよ。材料を器に入れてトースターで焼くだけなので簡単。ぜひお試しくださいね。本日のキノコ図鑑、長野県中野市はエノキタキの生産量日本一のキノコ王国。産地がお届けする中野きのこ新聞にはレシピや産地情報が満載です。ぜひチェックしてみてください。今週も見てくださってありがとうございました。皆さんからのレシピの感想や作ってみたレポートなどコメントもお待ちしております。それではハブアマッシュデイ、ご視聴ありがとうございました。きのこチャンネルならではのレシピをお届けします。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。もくもくおいしいきのこ、今日も